ちは、田中誠です。今日は浅草に来ているんですが、今回もなんとガチャ分回し企画をやっていきます。ということで今日は浅草ガチャどころさんへお邪魔しております。お買い物したので、え、これ2000円分ですか？やばくない？2000円ガチャガチャで使う、超贅沢な使い方。アニメだ。じゃあアニメ全然見ないんですよね。ちょっとアニメのところはスルーさせていただき、え、これなんだっけ、これ何ですか、何これ、ブリヤマギガンデン、なんだろう。でもなんか回したいけど使い道がないから、ちょっとということで入ります。私あのラフチャンネルの有馬さんのお宅に行ってから、爬虫類とカエルとかにめちゃめちゃハマって、かわいい、これやりたいんですよね、これやりたい。どこだろう、なくないですか。こちらの商品は販売終了しています。残念。じゃあ今食べたいもの回します。え、何出てほしいかな、ちょっと待って。頭だな、頭、頭の塩。これなんだ、これなんだ、これなんだろう、何の焼き鳥だろう、これ。塩っぽいですよね。お狙い通り、私のカバンにつけておきましょう。ゴリラやろうと思います。かきゴリラ、狙いはグレープでいきましょう。あ、出た、いちごでした。お腹空いてるので、食べ物シリーズで夏を攻めてる。これ懐かしい、え、これ知ってます？お菓子の箱に入ってるやつ。え、ちょっと今袋欲しいんでこれやろうと思います。あ、狙いはこれ、狙いな。ガチャガチャやるたびに私1回は袋系ガチャガチャしてるんですよ。めっちゃ袋入ってる。これは、あ、青かな？ A だ、 A だ。A でした。よくないですか？意外とやったものを入れる袋をゲットしました。毎回マストになってる気がする。気になってるのがあって、この一番くじがすごい好きで、普段から結構やるんですけど、やっちゃおうかな。すいません、あの昆虫の一番くじやってもいいですか？はい、700円。はい、よいしょ、はい、ありがとうございます。では、これで出るかな。あの、ごめんなさい、取れたか、ごめんなさい。
お願いします。何選んだと思います？ガを選びました。一番嫌いな虫だから。ちょっとジュラシックワールドで好きになった恐竜がいて、ちょっとそれを狙いたい。モササウルス、めっちゃ好きなんですよ。ちょっとマジで私はモササウルスです。これで軍資金が終了です。来い、モササン来い。はい、これなんだ、プテラノドンでした。良いのですか？ありがとうございます。ありがとうございます。やらせていただきます。モサできますように、来ますように。これはね、テレビに飾りたい。テレビの前に飾りたい。来い。嬉しい、めっちゃ嬉しい。今日一嬉しい。来た、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいんですけど、ちょっとこれは開けたい。動く、動く。見て、ちっちゃいサメ付き。やばくないですか？これめっちゃ嬉しいんですけど、私。ちょ、これ飾ります。これやばい。あと10体ぐらい集めて前に置きたいですね。では今日の戦利品紹介をやってまいります。まずはモサさんですね。プテラノドンと焼き鳥、折れた焼き鳥と、カキゴリラと、この定番になりつつある、そして最後にガです。そんな感じでモササウルスが出たので、今日はこの辺にしとこうと思います。いつかでも私、秋葉原のところに行きたいので、ぜひ次へ行ってまいります。